こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、フェミニストマイメロママグッズ批判の次は他人の恋愛に口出ししてしまう。最近なんかフェミニストに批判の声集まってるやん。つい先日はサンリオのマイメロママのグッズ、それがフェミの意味不明な抗議により販売中止になったっちゃんね。ふざけてない？まあそのサンリオのマイメロママのグッズ、なぜ批判の声が起きたのか。それはね、グッズに一度や二度の失敗でくよくよするような男を掴んだら一生の不覚よ。女ってね、ダメな男ほど放っておけないものなのよ。女の敵はいつだって女なのよ、みたいな言葉があることでフェミが発狂してサンリオに抗議し、商品が販売中止となってるっちゃんね。まさに女の敵はいつだって女やんねえ。まさに体現化してるもんね。まあそういう騒動があったばっかりっちゃけども、次はね、他人の恋愛に口出ししてるフェミがおるとよ。どう思う？ではちょっと次のツイートを見てください。トゥーンベリゴン、他人の恋愛に口出しする中年男性の心理状況の方がさっぱりわからん。勝部元気、またまた一回り以上年下の女性ですか。女性の価値イコール若さと美しさと捉える古臭い経営者と何が違うのかさっぱりわからん。ん？嫉妬？まあこの人結構フェミで有名やけども、ちょっとこれはないわ。恋愛とか自由やん。成人になれば年の差なんて関係ないっちゃけども、なんで批判してんの？バリ意味わからんっちゃけど。まあこの前澤友作氏の新恋人避難中知ってる？ミルキーブルーね、関谷教の YouTube ライブでたまに出てたけん知ってるっちゃけども、確かに可愛いよね。まあ前の恋人の剛力彩芽も確かに可愛い、まあ、若くて美しい。フェミはそういった美人たちと付き合う中年男性に怒ってるとかいな。意味わからんくない？ミルキーブルーは理解ができません。もうね、黙っとれフェミ。そんな人の幸せが羨ましいのか。女性の人権云々言ってるけど、明らかな嫉妬じゃないの？なんか世間もそんな風に感じてきてるよ。もういい加減にせんとね、多分多くの人が怒り爆発すると思うが、ミルキーブルー。とにかくサンリオ商品への理不尽な批判やら、他人の恋愛に口出しやらせん方がいいよ。まあこれもね、取り上げられるけんフェミが調子乗ると思っちゃけども、明らかにね、これ時代の変化とかじゃなくて単なる言いがかりやけんね。ミルキーブルーはそういう風にしか取れんわ。なんで前澤さんとか避難所と付き合っちゃいかんの？まあ10代のね、子供と付き合うんならそれはバッシング受けるけど、普通に大人の女性やけんね。そんなの文句言われたらさすがに前澤さんもドン引きするんじゃないの？ね。とにかくフェミ黙っとれ。ではご視聴ありがとうございました。それでは。